お疲れ様です。藤田進さんですか？藤田伝さんじゃなくて、あのアメーバの方ですよね。うん、まあなんかその IT 第二世代の中で最もクリーンに生き残った人じゃないかなと思いますよね。うん、この人はなんかね、あんまり黒い噂がないんですけども、黒い真実はあるんですよ。実は私のね、麻雀店のお客さんで、このサイバーエージェントの、なんかね、社長賞をもらったやつがいてね、そいつからいろいろと聞いたんですけども、まあまあここでは言わないでいきましょう。はい、まああの麻雀が人生の縮図だっていうふうにこの方は言われてるんですけども、私に言わせればね、麻雀なんかが人生の縮図になってしょうもないなということしか考えられないんですよ。まあそもそもね、あの映画が人生の縮図だとかね、なんかその旅は人生の縮図だとか、自分の趣味を人生に照らし合わせる人ってのはいるんですけども、これはね、大いなるね、自己肯定の表れでしょうね。まあ何を置いても人生の縮図に取られられなくもないんですけども、まあ共通しているのが、まあ一日はあれじゃないですか、一週間に影響を及ぼして、一週間は一年に影響を及ぼして、一年は人生に影響を及ぼすってことなのかなと思うんですよ。まあ小さい1秒とか、それから一日とかが、ものにならない人って多分一生棒に振るんだろうなと思うんですよ。で、幸いなことにそれに気づかないんでいいんじゃないかなと思うんですよね。だから、あの知識を得るっていうのは自分の愚かさに気づくことなんで、はっきり言ってね、あんまり賢くならない方がいいんじゃないかなということまでこう語られてるんですよね。まあそれがね、誰だったかな、この人、森進三さんですよ。森進三さん、一日は人生の一日の縮図なりとか言ってるんですけども、この方結構ね、長生きした方なんですが、なんか一日の過ごし方が結局一生の縮図になるっていうことで、大体人を見ればね、あの一日付き合えば分かるとかいうふうに言われていたんですけども、それはね、本当にそうだなと。あの、まあ人っていうのは、私は思わないんですけども、なかなか人生変えられないよとかね、性格はなかなか変わらないよっていう人いるんですよ。まあそういう人はね、変わらないからそう言ってるんですよね。だから自分の性格や自分の人生ぐらい自分が変えないと、もう誰も変えてくれないんで、まあね、自分のコントローラーを誰に渡してるんですかって話でしょうね。だからね、他人が気にならなくなるっていうか、他人が必要となくなるっていうのは、自分が自分を操縦してるからですよね、きっとね。あの人にこう言われたとかね、あの人がこう思ってるに違いないとかね、あの大いなるあの思い込みというか、テレパシーでもあるんですよね、こういう人はね。なんかすごく人を下げ進むような目で、あの人は私を見たとか言ってる人いますけども、よくわかるなって目つきだけでね、何を考えてるかわかるなんてすごいなと思いますけどね。そもそもその人の目なんて見なければいい話ですし、人に会わなければいいと思うんで、他者って必要なのかなってところですよね。もう本当必要ないんじゃないかなと思いますけどね。もし必要とする他者がいるんだったら、その人にだけ信じてもらえるようにやっていけばいいと思いますけども、でもね、案外ね、あの遠くの人を信頼する割には近くの人を信頼しないんですよね。あのまあ今日もね、いろいろと相談事があって、全然返信してないんですけども、全然できてなくて、やっぱ大筋では、あのネットで見た情報で自分のいい悪いを判断してるんですよ。で、なんで自分の人生を本気で考えてくれてる家族には話さないんですよね。で、私に相談するのもおかしい話なんですよ知らんがないう話じゃないですか。まあ、あの親身に答えますしね、正解はあの導き出せるんですけども、別に私に相談したところでそれを信頼してその通りにやる人はもうほとんどいないんでね。だったら聞くなって話じゃないですか。だからね、あんまりね、その他者の意見もなんで必要なのかなとかいうところありますよね。自分で決めていくしかないでしょうし、もしね、誰かにそのアドバイスを求めるなら、それを少なくともやってみるっていう方向になればいいんですけども、なんかね、やってみないんですよね。これからね、だから辛い返信をしないといけないどうせあなたは言うこと聞かないでしょうからあの本当のことは言いませんと本当のことを知りたいんだったら、まずはね、まあ素直にアドバイスに従うということでならお話できますけど、みたいな感じですかね。まあ大体自分の人生壊すのは自分自身なんですよね。それをあの後付けで他者のせいにするわけなんですよ。もし誰かのせいでそうなってるんだったら、その人の縁を切るべきですよね。適当にその人を利用しといて、
良くないことだけはその人のせいでするのが、まあ、人間の本性なんで、だからね、一部の人を除いてもう会話をねする気がなくなるっていうかね、なんで他者と関わるのかなと思っちゃいますね、そこはね。まあでもね、こういうふうなあの YouTube の発信とかで近づいてきてくれる人って、それでもまだね、あの私にとっては救いがあるっていうか、まあ、少なくともそのうちの何人かなんとかなるんでね。まあでも本当一生の影響とかなんとかね、いろんな考えとかありますけども、確かにそうかもしれないなってまずは一旦思った方がやっぱちょっと得なんでしょうね、きっとね。まあ、そう言うとね、人間は損得じゃねえみたいなことを言う人も出てくるんで、ますます口が利きたくなくるってそんなところがありますけど、さあどうなんでしょうね、麻雀が人生の縮図ね、そういうふうに思っていたこともあるんですけども、単なるギャンブルですからね、あれはね、結局博打の域を出ないんで、あれをなんかね崇高なものに何とかしようと思う人がいるのは分かるんですけども、もっと大切にするものに目を向けた方がいいのかなと、誰よりもやってきた私は思いますね。まあでも本当なんかね、藤田さんみたいに自分ではほとんど麻雀やらないけども、麻雀やる人をたくさん作ってきた、その上に自分の地位を築いている、まあ最もね搾取している人間ではあるかなという見方もあります。まあでもどっちにしても自分が面白いと思えることをやればいいんじゃないかなっていうのはね、全然変わらないです。だから、まあ、私はもうすでにね、いろんな趣味事から手を離れてしまったんですけども、趣味が持てる人ってのはそれはそれでいいんじゃないかなというところですかね。まあでも一日が人生の縮図と思ったら、一日に何を費やすかですよね、やっぱね。まあ誰を思い何を得ているのかってことが、まあ一生なんですよね、きっとね。まあ今日もじゃあ営業開始しましょうか。10月22日1時24分でございます。それでは吉田さんはこれからお休みですか。お疲れ様です。